今回のウザチャンネルはですね、福井に行きました。福井でね、私が大好きなお寿司屋さん、そう、十兵衛さん、あの柳生十兵衛と同じ十兵衛さんです。ここの寿司がうまくてね、お父さんから継いだ今の若い大将がなんかね、素敵な寿司を握るんです。もうね、惚れ込んでる、そんなお寿司屋でございます。今日はウザチャンネルで全国寿司アンギャシリーズ、何でもシリーズにしちゃうんですけど、十兵衛さんで美味しい寿司をいただこうと思います。失礼します。ちょっと入ってみましょう。あ、すいません、あの、すいません、失礼します。どうかな、いや、大将怒らない。あ、すいません、大将、これウザチャンネルって俺の番組なんです。食べながら撮ってもいい？全然大丈夫です。本当ですか？はい、ごめんなさい、全然大丈夫です。ウザチャンネルって知ってます？知ってます、もうカブトムシとか見てます。あ、そこ見てる人は珍しいですよ、はい、あの、夜、光や、そう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 、はい、あれを見てるってすごいね。大桑方のあれも見ました。ああ、そんな見て、寿司は見てないんだ。あんまりじゃ見てないです。いや、でも見ました、あの方と、あの女優の方と。ああ、南波さんのあれね。はい、南波さんですよ。斉藤穂さんの方が面白いよ。あ、本当ですか。でこれ十兵衛ちゃんとやりますから。すいません。お、これ何？今日福井の定地のクエです。クエだ、また定地のクエを焼いて焼くのね。ちょっと今炭火でサッと炙っていきます。いや、いいね、いいね、これまた来たね。今日また勝負かけてね。本当このクエすごく多分感動する。感動する感じ。もクエが違うもん、なんかね、はい、クエの持ってる匂いが違う。サイズ小さいんですけど、いや、まあそうだもん。あんまりサイズでかいやつね、きついんですよ。ポテンシャルがめちゃくちゃ高い。そうそうそう、動物っぽくなりすぎちゃうから。このぐらいのクエが美味しいかもしれないな。クエを炙りながら、そしてつまみをいくつか食べた後にお寿司にします。ここの寿司がまたうまいんです。うわ、これすごいわ。なんか全然違う、このクエ。これでも本当に食べるとびっくりするクエです。一炙りしただけでもうなんか香りが全然違うもんね。もう色が一緒にして変わりました。これ何、これやば。たまたま入ってた。たまたまって毎回たまたまって言ってんじゃない。たまたま絶対入ってないよ。本当にたまたま入ったんです。たまたま絶対入ってる。この地元の魚の良さ、十兵衛さん、そこがすごいね。うわ、来た。うわー、クエ。そして、バイガイ。これ、ポン酢で、ポン酢と塩でも。最後はお塩か。醤油どちらか。はい。うわ。クエ、おいしい。うん。そこびきバイガイもおいしい。うん、うわ、おいしい、マジでおいしい。かー、いやー、なんか名刺すげえな、これ。この名刺が美しいよね。僕ですか？あ、名刺が名刺ですか？ちょっと面白すぎんだけど。ちょっと、うわ、すっごい断面。何これ、ネジですか？いやいや、ちょっとこれ、うわ、うわー、やばっ。こういうね、骨がピッていたりするの気になるのがいいよね。うわ、何この包丁の感じ、すごくない？この断面見て、この断面。うーわー、これ、この断面のうわー、目地最高や。外側はちょっとこのね、炙ったことでやっぱりなんか旨み出てるよね。うわ、これはうまいだろうな。全部握りたくならない？そんなことない？いや、でも握りたいです。でも
これはでもやっぱ今日はつまみで食べていただきたかったですね。そんな勝ち目飯というよりはもうこれ、はい、まんまで食べた方がいいだろうかっていう、はい、いやさっきのクエめちゃくちゃうまかったです。クエも僕はもう本当今日クエあれ最近で一番だったかもしれない。本当に美味しいクエですね。分厚いのをわさびと塩で、はい、こう噛んでこうグッと噛むとこう美味しくなる感じでね、はい、分厚いやつからいった方がいいですね。分厚いやつのわさびちょっとあのせすぎかなんないで、あ、何回出したんですか。芋のソダリ、うわっ、芋のソダリ、芋のソダリ、あ、こっちもうわっ、これはうまいわ。あとはポン酢ですか。ポン酢おすすめですね。ズズポンで大丈夫、はい、ズポンにしっかりとたっぷりつけて、うまっ。ズポンにたっぷりつけたらこれは絶対おいしいだろう、うん、もうこれやば、油がさ、ポン酢でも浮いてるもん、うん、ポン酢が悲鳴上げてますよ、これう, うまっ、ポン酢が追いついてる、うまっ、うまっ、これダメだ、もうわさび消えてしまってる、美味しすぎる、ね、うざ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 、うわ、すげえいい香り、うわ、なにこれ、もうすごいすごい、すごい香りしてる、これボタン指でもこんだけすごいと、やっぱり物が違うね。そうなんですよ、うち粉は今この粉はすごく鮮度いいんですよね。ああ、はあはあ、でもう食べるとホクホクして美味しいですね。へえ、あらー、すごいすごい、剥き慣れてますね。いや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 、ちょっと待って、すごいな、剥き慣れてますよ、ないや、おいしそうや、切った、きれい、ボタン指の卵の部分が、うわ、これ色がさ、やっぱり綺麗だよな。いや、美味しい、美味しい、これはうまいやろ、これは待ってます、これ、うん、これおわ、たまんない、美味しいです。これでも本当毎日出せるものじゃなくて、これもたまたまなんですよ。いいって、いいって、たまたまそれ言ったら喜んでもらえるので、言えば毎日あんじゃないよ。週に 2日ぐらいしかないんですよ、こうやって鮮度よく頭が入るの。あ、ほんと、そうなんですよ、うまっ、めっちゃうまい。お、白子、うわぁ、なんだこれ、それか、じゃあの日本これ白子、これ、そうそう、今、定置網のマフグ、マフグなんだ、マフグの白子なんですよ、で、ちょっと海苔のあんをかけてみて、から崩して混ぜながらどうぞ。まあ、これ美味しい、あ、まあ、スプーン、スプーン、はい、うまあ、うわぁ、むちゃくちゃ美味しいです、なるほど、海苔だからあんまり強くないけど、優しくこう包んでくれるんだね、旨味に、美味しい、美味しい、マフグ、うん、今ゴマフグかマフグ、マフグ、もう少しするとゴールデンウィーク前かトラフグが定置網に最後ですかね。あ、そうだ、ゴールデンウィークなんだ、はい、日本酒絶対いるやつですね、これいいね、フグ屋さんでも福井のやつは最後なんだ、わさびっす、うん、おいしい、あ、あんきも来たよ、あ、これあんきもだ、すごい、すごい、これ何これ、白子にあんきもだもん、これすごい、最高や、すげえ綺麗、うわ、これ綺麗や、これからタコや、うわ、これ絶対美味しいわ、だいぶいい、なんかもう食べる前に美味しいって書いてあるんだけど、どうしたらいいの、もう絶対美味しいじゃん、これタコもお好みでわさび、あんきももうちょっとわさびと味噌の、いただきましょう、タコ、うわ、うん、うわ、近くに全然違うみたい、はい、石川のタコうまっ、うん、美味しい、なんともが浜田味噌がね、なんとも言えないんだよね、うん、この味噌めっちゃうまいですね、うまい、あったかいご飯にゆっくりは乗せるんですけどね、ねえ、あんきもいいんです、あ、いや、このあんきも自体が綺麗だわ、あ、うまっす、綺麗ですね、これ北海道、あ、北
北海道です。やっぱ北海道なんてもう物が違う。この味噌最後お土産で買えるとかあるんですか。あ、買います買います。 あるんですか。はい、あるんです。味噌屋さんで郷土料理だもんね。はい、美味しい。これ本当美味しい。うん、フォアグラもこれにすればいいのに、本当に。はい、すいません。うざうざうざ、うわ、なにこれ、これ覗くんですか。崩して混ぜる感じ。ビーズの時だよ、ビーズの時。やっぱりすごいよ、これあんだけ握っていただいたのに崩すの。空気をね、やっぱり自由で玉も美味しいと思う。うわ、これちょっと、これ見てください、これうわこれわめったくなるぐらいうまい。え、のどぐろもすごいいいやつじゃないこれ。ですね、のどぐろもすごくいいなと。わかりやすい美味しさですね。ね、うまっ。酢飯との相性が最高や。直球の美味しさです。めっちゃうまい。無理せん。サワラが今切られてます。きれい。これも油乗ってるね、やっぱり。いや、もうすごく乗ってる。すごいね、もうバターみたいな、はい、細かい油乗ってる。十分、サワラの切り。いいねー。カラマスがやっぱり今回もちょっとね、季節ものとしては一番最高に美味しいですもんね。え、これ食べて帰ってもらえば。もう帰るの、ここで。いや、もう早めに帰ってもらえば。早めにして、みたいだけやん。なんだよ。なんだよ。なんだよ。そういう言われてよ。いや、70分やね。あとガスト食べて帰れるぐらいうまいっていうのは嬉しいね。すごい。季節も、あ、季節、うわ、なんだこれ。確かに色がだんだん社長さん。油がちょっと違うね。そうなんですよ。はい、これがだんだん、うわ、これなんだこれ。これがあれですね。スーパーで今本数が少ないんですよ。なってました。はい。取り合いでしょ、だから。そうです。じゃあ、たまたま。いや、たまたまですよ。いや、たまたま。うわ、これでも本当美味しそうやね。もう切ってるだけで。うわ、何これ。たまたまやな、これ。うわ、すごい。うわ、すごい。ヤリイカを一晩寝かせて。いいね。甘みが出て美味しいですね。なるほど。イカも結構種類ありますもんね。そうですね、この時期はやっぱヤリイカなんですよ、福井は。はい、だからでこの後、ケンサキイカですね。夏場が、春先、この時期だったら、変なのだったらもうマグロ出せなくていいぐらいなのに、ちゃんとね、ちょっと 春っぽい、ちょっと酸味があるんですよ。酸味あるやつ、これ好きなんだよね、俺この時期のマグロも。定置の特徴なんだけど。一瞬だけいきます。酸味きました。酸味があったから、なんかちょっとマグロらしさがちょっとあるので。すげえ、美味しそう。そうそれで、やっぱ定置のこと柔らかいですね。うわぁ、これはすごいな。あ、定置夏、定置、傷つけてないですね。乗っただけやと。いや、傷つけてないってことですね。ストレス与えてないってことですね。いや、ちょっと意味が違う。違いますか、すいません。仕掛け、そこを山取るやん。仕掛けてるとこにこう、あ、来て来るってことですね。そうそう、それで、まあ、モテる男みたいな感じ。ごめん、間違えた。もの言わない。間違えた。これは全日本みたいな、本当すごいよ。これ揃ったな、これ。来ましたね、これ。来ましたね。ヌートバー、近藤、大谷、やめとけ、吉田。いや、でも本当これすごいよ。今せっかく無理やったんだよ。君の様、全部言おうかな。見てだけやるよ。ゲンダまで言おうと思ってます。いや、すごいな、これ。はい。乗らんでいいから。うわ、来た。おお、来た。大丈夫、コラボしよう。うわー、これはすごいわ。いや、ぜひ。いやー、ちょっと。綺麗な寿司や。うん、おいしい。ほんとおいしい。酢飯がうまい。ほんまにおいしい。始まった十兵衛寿司劇場。トロすごい。レンコだ。カスゴの代わりみたいなもんやね。そうですね。一貫目ちょっと石台油があったんで、二貫目ちょっとあっさりで。おお。チャレンジして。うん。あれ一回。うわ。え、あれ成功し。成功だもん。多分一回だけ。これサバ美味しそうだな。サバ美味しいでしょ、これ。めっちゃ美味しいです。
あ、すごっ。うわすごっ。サバです。それだけすごいってことよね、彼がね。はい。うわぁ、脂乗りまくってる。なんかすごいわ、これ。カスゴの後にちょっとしっかり脂を持ってた。すごいですね。おいしい。赤身もあっさり感ですかね。赤身の漬け、ま、軽く一瞬だけですね。軽漬け、はい、酸味がすごくあって美味しいですね。おー、酸味がすごく、おー、すごい。赤身がうまくなきゃ寿司はな。うわ、ほんとだ、身が柔らかくて、うん、ほんとに美味しい、うん。いや、なんて言っても酢飯がうまい、うん、そうですね、酢飯とぴったりです、これ。今日の酢飯、本当にいい。ほどける感じは、握り方ですか。そうです、そうです、空気と、空気と、そうですね、酢飯の炊き方がちゃんとね、硬すぎず、柔らかすぎず、そうですね、今日ベストです。すごくシャリが、シャリがすごい、これだよ、これ今日のメイン、サクラマス。これだけ食べて帰ってもらえば、本当にでもこれぐらい、これ食べて早く帰れって感じでしょ。いや、これ、桜マス絶対やばいと思うんだけど。おぉ、桜マス、うわ、これだ、今日のメインが。うわぁ、おいしい。そうですね、すごくおいしいと思います。桜マス、これを食べに来たんです。軽く酢で締めてるって。桜マス、いただきます。うわ、おいしい、ほんとにうまい、ほんまにおいしい。めちゃめちゃ美味しいっす。桜マスすごい、ほんとに香りが違う。嫌な味は全然しない。酢飯結構抜群にいいっす。すげえ、すげえ。ちょっとやりか冷たく、うん、進んでます。これ温度差ちゃんとね、アドバイス通りの。おお、すげえ。ピントが、うん、うわ、やりかうまい、美味しいっす。一晩寝かしたんでやっぱ甘みが、うん、ものすごい甘いわ。そうなんですか。全然楽勝です。タクシーも、いや、よかったね。全然楽勝です。帰りの方法がなくなっちゃいますね。そうなんです。ここにこれを出すってことは、これがちょっとトロトロってことだから、シャッシャッシャッ、これが、これが隠れ、今日は隠れ、うん、隠れ出た、これでしょ。これが一番、うわ、うまい、うまっ、あ、うまい、うまいよ、これ、うまっ、美味しいっすね。僕はこれ、いや、サワラがマグロをなんかこうし、うちし、え、めっちゃ美味しい。うわ、すごい、美味しいな、美味しい、すごいっすね、うん、8番ぐらいいったらまた掘り込みよるから、はい、これは美味しいよね、絶対。やばいっしょ。新湊のボタン湯ですね。新湊のボタン湯、うわぁ、顔悪い、新湊のボタン湯、すごい、きた、いやぁ、新湊、うん、美味しい、ボタン湯、うまっ、うん、美味しい、うまっ、かわいい顔してる。うわ、おいしい、おいしい、甘さが違う、すごっ、さあ、シャリちょっと厚めになってますね。温度上げたね、シャリの温度上げてきた、ダーン、うわ、いいマグロやな、これ。焦ったね、これ、これちょっと楽しい、あ、おいしい、うわ、美味しいですね。超美味しいです。最高。美味しいと思います。この自信。やっぱり、やっぱりマグロはすごいな。いや、この元のこの。うわ、この定置うまいわ。定置が入ったんで。うまい。いや、これもにすごいわ。美味しい。すごい。花粉で花粉。タイミングよ。ただ今日はちょっと来るなっていう、はい、うん、うわ、すごい、うわ、おいしい、すごい、ウニ甘い、ね、
わあ、美味しい。すごい。や、ちょっと贅沢なの。ガバラをこれ、ね、ね、な、な、ね、うわ、これで、うわ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 、ここじゃずっとお肉みたい。お肉みたい。たまにはちょっと変わった。いや、これ嬉しい。今日の花火。福井商業です、ね、はい、もうすぐそこです。ここから 200m です。あ、へぇ、 200m、 はい、もうすぐそこです。今から動いて、うわ、ジャバラネギトロ、おはようございます。入ったぞ。うぅ、おぉ、うん、野球部出身、野球部です。いや、違います。一人卓球で、一人は全然、何もしてない。あ、はい、卓球、どっちが卓球か当てましょう。はい。うん、浮いてるし、ミスしてなかったら、これ入んなかったな。優しい。そういうことです。あー、新わかめちょっとこたまんないな。しみじみ美味しい。もう早く帰らない、早く帰らない。だから後半に、後半のために早く帰った方がいい。ネイチャー、早めに帰ってもらえる。早めにしてみたいだけやろ。70分、そう言われてよね。70分やね。あとガストで